ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢。海底噴火って知ってるか？海底で噴火？噴火は地上で起こるものじゃないの？噴火は地上でも海底でも起こるものなんだぜ。そうなんだ。この海底噴火が今回のテーマと密接に関わっているんだ。今日のテーマは何なの？今日のテーマは九州沖に新たな島が出現した驚きの自然現象についてだぜ。新しい島が誕生したの？早く知りたいわ。そういえば、私の好きな某海賊アニメの魚人島に向かうシーンでも、海底噴火があった気がするわ。クラーケンが本気で逃げ惑うやつな。そうそう。それがとてもスリリングで楽しかった記憶があるわ。そんな話題なの？さすがに、クラーケンは登場しないな。今回の動画を見れば、九州に新しく誕生した島のことや、自然のスケールの大きさを知ることができるぜ。楽しみだわ、よろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあ早速、九州に誕生した新しい島、新島について話していくぜ。新しくできた島で、新島。そのままの名前ね。そうなんだ。でも新しくできたって言っても約200年前にできたんだけどな。200年前？全然新しくないじゃん。確かにそうなんだけど、新しい島なんてしょっちゅうできるもんじゃないから、200年前でも最近と言えるんだ。なるほど、そういうことなのね。じゃあ新島が具体的にどこにあるのか、その特徴を見てみよう。うん、どこにあるの？この新島、九州にあって、あの有名な桜島の北西に位置しているんだ。具体的には桜島の北東約 1.2 キロの位置にあって、桜島の弟的存在なんだぜ。桜島にかなり近いのね。新島の説明を聞く前に桜島ってどんな島なんだっけ？桜島は鹿児島湾にある火山で、鹿児島市のすぐ近くにあって、鹿児島のシンボルの一つだ。鹿児島市の近くに活火山があるなんて、すごいわね。そうなんだ。しかも桜島の規模はかなり大きいんだぜ。標高は約1117メートルで、島の周囲は約50キロにも及ぶんだよ。それは大きいわね。そんなに大きい火山が鹿児島市の近くにあるなんて、怖いわね。桜島の火山活動はどんな感じなの？桜島はとても活発な火山なんだぜ。過去には何度も大規模な噴火を起こしているんだ。具体的にどんな噴火があったの？例えば1914年の大噴火は有名で、20世紀最大級の噴火だったんだ。これは桜島の大正大噴火と言われていて、噴火が始まってから1ヶ月間、何度も噴火を繰り返して大量の溶岩が流れ出たんだ。この噴火によって58人もの人が、亡くなってしまったんだぜ。そんなことがあったのね。本当に大噴火だったのね。しかもこの噴火で流れ出た溶岩によって、約400メートル離れた位置にある大隅半島と繋がることになったんだ。桜島はこの噴火の前まで文字通り島だったんだが、大隅半島と繋がったことで陸続きになり、島と呼ぶかどうか微妙なラインなんだぜ。それはすごい。噴火によって島と島が繋がるなんて、想像もつかないわ。そうだよな。その後も桜島では小規模な噴火は頻繁に起こっていて、目が離せない火山の一つなんだ。そうなのね。桜島に人は住んでるの？さすがに住んでないよね。住んでるぞ。桜島には現在約5000人もの人が住んでいるんだぜ。そんなに人がいるの？そうなんだ。でも明治時代以前はもっと多かったんだぜ。2万人以上の人が住んでたんだ。それがさっき紹介した桜島の大正大噴火が起こり、住民が避難したりして9000人以下になってしまったんだ。それから徐々に減り続けて、今は5000人の人が住んでいるんだ。某海賊アニメの花の長い人の部下の人数より、少なくなっちゃってるじゃない。それもしかして、俺には8000人の部下がいるってセリフのこと言ってるのか？そうそう。あれはどう考えても嘘だぜ。信じてるのは霊夢くらいだよ。え、そうなの？騙されたわ。ムカつくから最初に海賊船をくれた、あのお金持ちの女の子をぶっ飛ばしに行くわ。野菜3人衆に返り討ちにされろう。桜島の人はどんな生活をしてるの？桜島の住民の多くは農業に従事しているんだ。特に世界一大きい大根の桜島大根や、世界一小さいみかんの桜島小みかんが有名だぜ。けど島自体が溶岩でできているから、育てるのに適した農作物はあまり多くないんだ。そうなのね。どこでも農作物って育つわけじゃないのね。そうなんだ。だが、この地域特有の地質のおかげで、桜島大根のような大きな作物が育つこともあるんだぜ。どんな地質をしているの？魔法でもかかっているのかしら？
桜島の噴火による火山灰の土壌は水はけが良くて、空気や水を通しやすいんだ。しかも軽石を多く含む土は軽くて柔らかいから、作物が伸び伸びと大きく育つんだぜ。本当に桜島ならではなのね。他にも学校のプールには、火山灰対策のために可動式の屋根がついてることもあるんだ。桜島ならではの設備ね。桜島に住むのはなんだか大変そうね。まあそうだな。それでもそこに住み続けてる人は、自然豊かな桜島の生活に大きな魅力を感じてるんだと思うぜ。確かに、そういうことになるわね。桜島にはどんな魅力があるの？まず桜島は観光地として人気があるんだ。桜島に観光？そうなんだ。年間約200万人の観光客が桜島を訪れているんだぜ。そんなに多くの人が桜島に魅力を感じているのね。具体的にどんな観光ができるの？桜島の観光の目玉は火山と温泉なんだ。火口から 3.5 キロの距離にある湯の平展望所は、自家用車で登れる火口に最も近い展望スポットなんだぜ。火山観光って、迫力があって楽しそうね。しかも車で登れるのはいいわね。そうなんだ。あとは火山が見える温泉施設なんかもあるんだぜ。自然の迫力を感じながらの温泉は、最高のリラックスになるんだぜ。桜島でしか味わえない魅力がたくさんあるんだね。ちなみにこの桜島、約2万9000年前に誕生したらしいぜ。そんなに前なの？昔すぎて想像もつかないわ。誰か誕生の瞬間を見てたのかしら？それが、最新の考古学の情報によると、ホモサピエンスが海を渡ってきていた可能性があると言われているんだぜ。ロマンね。その時代に生まれたかったわ。しかし相当昔のことなのね。ネットの情報だと、桜島のことを日本の火山の中では比較的新しい火山であると書かれてたぜ。そうなの？確かにそれなら200年前にできた新島は最近と言えるわね。そうだろ？じゃあ話を戻して、本題の新島について話していくぜ。新島が桜島の弟的存在って言ってたわよね。どうしてそう言われてるの？それはこの新島が約200年前の桜島の大噴火で誕生したからなんだ。この大噴火は1779年から82年にかけて起きて、安永大噴火と呼ばれる凄まじいものだったんだぜ。何それ、なんだか怖いわ。安永大噴火は煙が高く上がるかなり大規模な噴火で、火砕流もすごかったんだ。火砕流？火砕流ってのは火山灰とか石などが塊になって、時速100キロ以上の高速で流れる現象だぜ。まあ雪崩の火山板みたいなもんだぜ。時速100キロ？速すぎじゃない？マルピースの大将マルザルでも逃げられないじゃない？マルザルなら逃げられるだろ。まあ普通の人間なら誰も逃げられないぜ。いろいろ、怖すぎるわ。しかもその大規模な噴火に加えて、桜島の北東側の海の中でも噴火が起きたんだ。海の中で噴火？そんなことあるの？海底での噴火は実は結構起こるんだ。この海底の噴火によって桜島の東部で9メートル、西部では6メートルの津波が観測されたんだぜ。9メートル？オスのキリンでも溺れちゃうじゃない。まあ桜島にキリンのオスもメスもいないけどな。それくらいの津波が起きるほど大きな海底噴火だったんだ。当時の人は大変そうね。実はこの海底で起きた噴火が、新島誕生の直接的原因なんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。しかも実はこの海底噴火で、今回紹介する新島だけじゃなくて、いくつも島が誕生したんだぜ。いくつも島ができたの？何個の島ができたの？この噴火によって全部で9個も島ができたんだぜ。9個？海底噴火ってすごいのね。そうなんだ。けどそのうちの5つの島は、波に削られて沈没しちゃったんだ。まさに海の藻くずね。ちょっと使い方違う気がするけどな。そしたら、今も4つの島は残っているの？そうだぜ。4つの島は今も残っているんだ。新島、猪子島、硫黄島と中の島っていう島が残っているんだ。今も残っている島があるなんてすごいわね。自然恐るべしね。でも具体的にどうやってこの新しい島たちはできたのかしら？海底噴火によってできたのは分かったけど。まあ一言で言うとマグマが海底を持ち上げてできたんだぜ。海底を持ち上げると、どうして島になるのかしら？マグマが海底を持ち上げて、その海底が海の水面上に出てきてそのまま島になったんだ。そんなことあるの？あるんだぜ。島の誕生にはいろんな方法があるんだが、これが一番多いケースらしいぜ。ちなみに他にはどんな誕生方法があるの？サンゴ礁が形成され、地殻の動きによって、海面上に隆起して島になる、
隆起珊瑚礁。河川の堆積物や海流によって運ばれた砂が、海中や河口に堆積して島が形成される。堆積作用による島の形成だな。他にも色々あるんだぜ。なるほど。そんなの全然知らなかったわ。ところで新島に人は住んでるの？住んでるぞ。2013年に島民が全員移住して無人島になってしまったが、2019年に元島民の夫婦が新島に戻ってきたんだ。6年間くらい無人島で、今は2人だけ住人がいるのね。そうだぜ。そもそも島の北から南まで、750メートルしかない小さな島だからな。楽しそうじゃない。毎日海で遊べるわ。食料とかはどうするんだ？それはもちろんウーバーイーツよ。配達員マルスキか？まあ要するに住むのに適した場所とは言えないんだ。でもこの夫婦の努力もあって、観光の活気が戻ってきそうなんだぜ。どういうことかしら？戻ってきてからまず五社神社っていう、灰だらけの神社を建て直したんだぜ。なんだか掃除大変そうね。その時に、夫婦以外にボランティアの方が何組か参加したんだけど、そのボランティアのうち、8組が結婚してなんと、9人の子宝に恵まれたんだぜ。この出来事がきっかけで、縁結び神社と話題になり、観光のための設備を整えて、年間3000人以上の観光客が訪れるようになったんだぜ。すごいじゃない。最近も新島の夫婦は、クラウドファンディングを行ったんだ。画期的でやるわね。どんな内容なのかしら？観光客が休憩できる新島唯一のカフェだぜ。カフェの名前はニューアイランドだ。新島推しを強く感じるネーミングね。素敵だわ。2023年1月にオープンしたんだ。興味のある人は、ぜひ行ってみてほしいんだぜ。なるほどね。新島についていろいろよくわかったわ。じゃあ、そろそろ二つ目の新しい島を紹介するぜ。二つ目？最近できた新しい島ってのはもう一つあるの？そうだぜ。昭和硫黄島という島なんだ。昭和硫黄島は鹿児島県の南方にあって、面積は 0.07 平方キロメートルで人口0人の無人島だ。新島は 0.1 平方キロメートルだから、昭和硫黄島は、新島よりも小さい島なんだ。新島よりも狭いし、見るからに何もなさそうだから人は住んでないのね。そうなんだ。昭和硫黄島って、いつできたの？昭和硫黄島は、89年前の1934年に誕生した島だ。それなら新島よりは昭和硫黄島の方が新しい島なのね。そういうことだ。ちなみに昭和硫黄島は薩摩硫黄島の近くにあるんだ。距離にして約2キロだ。薩摩硫黄島ってなんだっけ？薩摩硫黄島は面積約11平方キロメートルで、人口125人の島だぜ。昭和硫黄島より大きいのね。そうなんだ。この薩摩硫黄島は薩摩を外して硫黄島とも呼ばれるんだ。東京にある硫黄島とは違うから勘違いしちゃダメだぜ。嵐の二の丸くんが出てた、映画硫黄島からの手紙の舞台はどっちなの？それは東京にある硫黄島なんだ。新しくできた昭和硫黄島の近くの、薩摩硫黄島とは違うんだぜ。そうなのね。薩摩硫黄島にはどんな特徴があるの？薩摩硫黄島では、黒毛和牛の子牛を育てたりしているんだ。他にも冒険ランド硫黄島っていうキャンプ施設もあるんだぜ。お肉にキャンプ。どっちも大好きよ。けど冒険ランド硫黄島は、2019年から2021年までの売り上げが、たったの2万5千円だったんだ。2万5千円。少なすぎない？そうなんだ。だから鹿児島市は施設の廃止を検討しているんだぜ。島にお客さんを呼び込むのは大変なのね。ところで薩摩硫黄島の近くにできたっていう、昭和硫黄島はどうやってできたの？昭和硫黄島もさっきの新島と同じく海底噴火によって誕生したんだぜ。昭和硫黄島も？海底噴火は新しい島を誕生させがちなのね。そうなんだぜ。昭和硫黄島は今もあるの？あるぞ。でも昭和硫黄島にはこれまで色々あったんだ。色々？何があったの？昭和硫黄島は初期から立派な火山を持つ島だったんだが、その火山が一度なくなったんだ。火山がなくなった？どういうこと？実は昭和硫黄島で大きな噴火が起こり、火山自体が壊れてしまったんだぜ。そんなことあるの？自爆みたいじゃない。そうなんだ。まさに自爆みたいなもんだ。それでどうなったの？一度火山自体がなくなったが、その後火山活動を繰り返して、少しずつ少しずつ溶岩が積もっていって大きくなっていったんだ。実は記録も残っていて、1934年12月23日に火山が誕生したけど、1月の初旬に壊れて、同月にまた火山が復活したんだぜ。すごいわね。じゃあ今見る島は、その後にできたんだね。
その通り。火山が消えてもまた活動を始めて、火山ができていくなんてすごいよな。本当にすごいわ。まるで火山が生きているみたい。世界にはそういう火山島がいくつもあるんだ。火山活動が繰り返されることで、島が消えたり現れたりするんだぜ。自然はすごいわね。ところでこの小和硫黄島だけど、なんだか今にも沈んじゃいそうじゃない？見た目はそうなんだけど、一応89年間も沈まずに残っているんだ。小和硫黄島がずっと存在し続ける理由って何？小和硫黄島が沈まない理由はね、一言で言うと溶岩が固まってできているからなんだぜ。溶岩が固まるって、どういうこと？火山から吹き出した溶岩が海水と接触すると、急激に冷却されて固まって頑丈な岩になるんだ。この溶岩が固まってできた頑丈な岩が、小和硫黄島の基盤となっているんだぜ。なるほど、だから89年間も沈んでないのね。そうなんだ。新島と小和硫黄島は同じく海底の噴火で誕生したけど、島の基盤が違うんだ。新島と小和硫黄島の基盤はどう違うの？それは溶岩ドームと潜在ドームの違いだぜ。溶岩ドームと潜在ドーム？溶岩ドームってのはマグマが海底を突き破って、海面に出てきて固まった溶岩で島の基盤が形成されることなんだ。それに対して、潜在ドームはマグマが海底を持ち上げて、海底がそのまま海面に出たものなんだぜ。海底を突き破るか、持ち上げるかの違いなのね。そういうことだ。小和硫黄島は溶岩ドームで新島は潜在ドームなんだ。同じ海底噴火で誕生した島でも違うところがあるのね。マリサのおかげで新しい島についてよくわかったわ。今回の二つの島の誕生の話を聞いてどう思った？新しい島の誕生って、本当に驚きだわ。海底噴火によって島ができるっていうのも驚きだったし。そうだな。自然ってのは神秘的だよな。自然の恐ろしさと壮大さを実感できたわ。ということで九州沖に新たな島が出現に関する解説は以上だぜ。今後も様々な情報を発信していくから、ぜひ高評価、チャンネル登録をしてくれよな。こんなことについて解説してほしいというコメントも待っているわよ。それではご視聴、ありがとうございました。